それでは参りましょう。まずはこちらのトリビアです。台湾にも皇居がたくさんある。じゃあどういうことなのか見ていただきましょう。こちらが確認の VTR です。本当にあった。台湾へお越しの際はぜひ訪れてみてください。ではどういうことなのか説明してまいります。今回紹介したのは台湾北部の新北市2カ所、新竹県1カ所、台湾中部の台中市の1カ所でしたが、これ以外にもご紹介しきれないほど大きな都市には必ずと言っていいほどの皇居があります。ではなぜ皇居と名付けたのかというと、日本でも集合住宅のことを豪邸を意味するマンションと言ったり、〇〇パレス、つまりは宮殿という意味をつけたりしているので、それと似た感覚だろうと推測されます。ちなみにマンション名をつける際に、販売時に流行している名前をつけたり、偉人の名前をつけたりすることもあり、例えば小室哲哉や桜木花道、久石譲、夏目漱石、ベートーベンなどが挙げられます。ただ日本では住所を書く際にマンション名も一緒に書くことがありますが、台湾の住所は通りの名前と番号で簡潔に分ける仕組みになっているため、ランドマーク的な建物であれば建物の名前を書くことはありますが、基本的にはマンション名などを住所に書くことはありません。ちなみに日本にもほうれん草やチャーミーゴリラという変な名前の建物名があります。